兄ちゃんたちやっと来た。じゃじゃーん、ここがエマの家だよ。これでもう心配はあるまい。私たちはここでお別れとしよう。送ってくれてありがとう。でも帰りたくないな。どうして？だって今日のことパパやママたちに怒られ。こらエマ。あなた村の外に出て襲われたんですって？どうして知ってるの？村の人に聞いたんだ。勝手に歩き回ったらダメだといつも言ってるだろう。まったく心配したんだぞ。パパ、ママ、ごめんなさい。さて私たちはもう行くとしよう。そうですね。危険なことをした時に怒ってくれるのは本当にいい家族の証拠ですね。なんだか懐かしい気持ちになったな。さてでは改めて海岸洞窟へ向かうぞ。腹も膨れたし何でも来いですよ。それは頼もしいな。さっきの洞窟とはまた雰囲気違うな。人の手が入ってる感じがするっていうか。ああ、それも悪意ある罠という形でね。さすがに気づいたようだな。だが正直この罠は想定外だ。え、そうなんすか？教官が補修のために仕掛けたわけじゃないんですね。そんな面倒なことを私がすると思うか。やめくそ。はっ、てぇー、やおらおら。はっ、さ、おらおら。まあ罠の精度はそう高くない。これもまた鍛錬の一環として問題ないだろう。つまりブレイズとしてこの程度の罠は難なく切り抜けてみせろと。そうだな、できるか。なの全く問題なしっすよ。そうか、ならば私は口を出さないからお前たちだけで見事罠をかいくぐって見せてくれ。よし。はあ、はあ、こら。いくぜ。てや。じゃあユーゴ、先行っていいぜ。はあ。ご自慢の気高さはどこに置いてきたんだい？バチゲーよ。気高くお前に活躍の場を譲ってやってるだけだし。はいはい、ありがとう。てや。じゃあ僕についておいで。と、おう、背中は任せとけ。貴様ら二人はいいコンビというよりもはや親子の様相を呈しているな。ほら、だりゃ。
そういや、エマも災難だったよな。村の近くで襲われるなんて。そうだね。いくら引っ越してきて日が浅いとはいえ、その辺は真っ先に周りの大人たちが教えてあげても良さそうなものだけど。だと？別に村の人たちが冷たいって感じでもなかったのにな。うん、ちょっと不思議だよね。来い。踊れエンブリオ。危な。隙だらけだ。知れ。ここは敵を倒すと扉を開けられる仕組みになっているんですね。そのようだな。でもこれ大丈夫か？この先にちゃんと出口あるよな。さあな。もしかしたらこの先は行き止まりで、私たちはここで一生を終えることになるかもしれない。怖いこと言わないでくださいよ。ここを補修の場所に選んだ教官が構造を知らないわけないから大丈夫だよ。ほう、大丈夫ですよね。だよ。ふん。終わりだ。ほら、ほらほら、消し飛べ。せよ。と、どりゃ。受けてみろ。そろそろここも抜けられるかも。全然余裕だったな。背に隠れてばかりいたお前はそうだろうな。はっはっ、踊れエンブリオ。あら、隙だらけだ。知れ。面倒だな。シモン、早く片付けろ。僕だけでですか？教官も手伝ってください。だりゃはっ、そらはっ、だりゃ、行くぜ。余裕だ。ようやく抜けたか。でもこれで終わりじゃないはずだよ。教官が僕たちをここまで連れてきた理由、まだ分かってないからね。痛く冷静じゃないか。安心しろ。それならもうすぐ。はっ、来い。くぜ。ほら来たぞ。こいつの圧は。ああ、言い忘れていたが、こいつはブレイズでも単体ではかなわないレベルの獣だ。はあ、なんすかそれ。危険を伴ってこその鍛錬だからな。鬼ですか。安心しろ。今回は私もお前たちの指揮官として本気で参戦してやる。え、私が指示を出してやるから、その通りに動け。そうすればお前たちは限界を超えることができる。はい。今日一番のいい返事だ。では行くぞ。気の抜けたとりあえずの動きをやめろ。常に互いの位置取りを意識するんだ。その上で状況を適切に判断し、任せるところは相手に任せろ。はい。あら、は
行くぜ。さあ覚悟しろ。オラオラはあ、どうだ。さあ誰や。行くぜ。さあどうだ。立て直す。オラせいはあ、さあ覚悟しろ。せやっ、巨大大丈夫ですか。人の心配をする前に自分の心配をしろ。だっそら誰や。マジかよ。くぅ、さあおっと足づけエンブリオ。オラオラ、隙だらけだ。マジかよ。敵の隙への対応がワンテンポ遅い。や、隙ができてからではなく、隙ができるのを見越して動け。了解しました。よし、ラストスパートだ。だからここからが本番だ。ここだ。さあ覚悟しろ。そらよっ、もっとよっ、ここだよっ。俺の成長を見せてやりますよ。地獄しまった。ほう、せいぜい頑張ってみせろ。いや、そんな、どわ、まだだ。くぅ、地獄を見せてマジかよ。もう一回やった。おら、はぁ、たぁ、おらまだだ。せっ、おい、勝機が見えたからって油断するなよ。あ、わかってますよ。俺はいつも気高く真剣です。はぁ、消し飛べ、とどめだ。まだまだ。消えろよ。せい、消えろよ。さあ覚悟しろ。せい、さあ、やったのか。勝てた。嘘みたいだ。よし、こんなところだろう。よくやったな、お前たち。今の実力が出せていれば、選抜試験の結果もまた違ったことだろう。そうかもしれないですね。敵と本気で向き合うか。今の戦いのことを折につけ、しっかりと反芻するように。はい。ああ、これでようやくブレイズ正式採用が。実に長か。ではそろそろお待ちかねの最後の課題に入るとするか。たは？今のが最後の課題だったんじゃ。何を言っている。今のは通常の鍛錬やウォーミングアップに類するものだぞ。じゃあまさかこれも雑魚戦の延長だったっつうことですか。これを前座扱いだなんて。この後一体何をさせられるんですか。言っただろ、覚悟を見せてもらうと。覚悟と、その前に確認したいことがある。少しここを調べさせてくれ。やはりな。何ですかそれ。帝国の司令書の燃えかすだ。え、それだけじゃない。周りをよく見てみろ。帝国の特徴的な衣類や機材など、足のつきそうな品の処分跡があちこちにある。わからないか。どうしてこの洞窟に人為的な罠が多かったのか。そしてその最王に帝国製の物品の処分跡が多いのか。まさか。ああ、そのまさかだ。これらは帝国の諜報員による証拠隠滅の痕跡さ。さて、それではお前たちに問おう。その諜報員に
心当たりはあるか。